ロイシンの代謝産物なんですけれども、これは筋肉のタンパク質合成を皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はですね、 EAA、もちろん効果はあるんですけれども、同じように効果があるものとして最近ちょっと出てきたのが HMB ですね。 EAA と HMB 全然違うんですけれども、その2つをちょっと混同してしまっている人も多いと思いますので、ここでちょっと解説しておきたいと思います。まず EAA というのは必須アミノ酸ですね。体の中で作れないアミノ酸を並べたものです。で、 EAA の中にロイシンというアミノ酸があります。で、そのロイシンは体内でですね、まず KIC ケトイソカプロン酸というものになります。で、その KIC が HMB になります。ですので、ロイシンがいろいろ変わって最終的に HMB になる。で、 EAA は他に8種類、全部で10種類があって、そのうちの1種類のロイシンが HMB になるというものですね。ですので、その2つも全然違うものです。で、 EAA は必須アミノ酸ですので、体のタンパク質の材料になります。で、一方で HMB はロイシンの代謝産物なんですけれども、これは筋肉のタンパク質合成をシグナルと送るようなものだと考えてください。EAA が材料だとしたら、 HMB はシグナルだというように考えると分かりやすいです。で、HMB の方、シグナルを送るだけでなく、タンパク質が壊れる、分解するのを防ぐ効果もあったりします。ですので EAA と HMB 全然別物で、効果、作用もちょっと違ってきますので、その2つは混同しない方がいいです。で、 EAA を十分取っておくとですね、 EAA のロイシンが体内で HMB になりますので、少し HMB の効果も EAA だけでちょっと得ることができます。ただし HMB ですね、効果を得るためにはだいたい1日に 3g ぐらい取らないといけません。で、 3g の HMB を作るためにはロイシンとして 60g ぐらい必要になります。それを考えると、EAA だけで十分な HMB の効果を得るっていうのはちょっと難しいので、HMB の効果、EAA の効果両方取りたい場合は、 EAA をしっかり取って、その上で HMB3g ぐらい取る。そうすることによって両方の効果を得ることができます。どっちか一つ取っていれば両方の効果が得られるというわけではありませんので、その2つは全然別物だということは、覚えておいてください。今回 EAA と HMB についてお話ししました。ぜひ参考にしてください。